メラーチャンネル。こんにちは、 JST の杉浦です。毎週日曜日はハワイや東南アジアなど人気の観光地を中心に海外旅行の最新情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてください。本日はカンボジア旅行、新しくなったシムリアップ新空港の空港やから市内の往復の移動方法についてご紹介していきたいと思います。このような順番にお話ししていきたいと思います。まずはシムリアップの新空港について、そして次に空港から市内到着時の行き方について、そして次に市内から空港帰り袋ですねの行き方について、最後にまとめ注意点ということでお話ししていきたいと思います。早速ですが、まず新空港についてですね。シムリアップ国際空港なんですけれども、2023年に町から45キロ離れたあたりに新しく移設されたということで、今までは空港から町まで約トゥクトゥクや車で15分ぐらいのすごく近い空港だったんですけれども、町から空港まで1時間というところでかなり遠くに移動してしまったということですね。以前の空港はですね、町から15分ということでとてもアクセスはしやすかったんですけれども、飛行機が世界遺産のアンコールワットなどの遺跡群ですねにすごく近くを飛行することになるということで、ルートを変更せざるを得なかったりだとか、空港自体のキャパも足りなくなってきているということで、新しく大きな空港に作り替えられたということですね。新しい空港のみが使用されている状態ですので、こちらご注意いただきたいんですけれども、こちら新しい空港には免税店などもあと徐々に新しくオープンしていますので、ぜひカンボジアシムリアップに行く際にはこちら新しい空港を楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、町から15分だったのが1時間に変わったということで、移動手段が大きく変わっていますので、この移動手段について紹介していきたいと思います。そしてまず空港到着時ですね、空港からシムリアップの新空港から市内、基本的にはシムリアップの中心地に皆様お取りいただくと思うんですけれども、シムリアップ市内までの行き方としましては大きく2つ分かれています。まずはシャトルバスですね。ツアーサービスセンターというところでバスのチケットを買うことができまして、こちらは空港の公式のシャトルバスですねは片道$8、そして往復ですと$15で買うことができまして、こちらは空港から CDF アンコール免税店という町の中心地からは少し離れているんですけれども、シムリアップ市内まで移動することができまして、こちらの免税店からはホテルや観光地までトゥクトゥクやタクシーなどご利用いただくといいかなと思うんですけれども、こちらのバスともう一つですね、カンボジアの郵便局が運営しているバスもありまして、こちらは片道$9、$1高くなっているんですけれども、この運営しているバスがございまして、それぞれ1時間から2時間に1本の運営となっておりますので、だいたい合わせて1時間に1本は出発しているかなというぐらいなんですけれども、こちらはご旅行前に確認していただくといいと思うんですけれども、場合によっては1時間ほど待ってしまうという可能性があります。そして次にチャーターの車かタクシーということですね。空港に案内があるこちらの定額のチャーター便がございまして、こちらはご利用いただく人数で1台分の代金をお支払いいただくという形なんですけれども、まずはセダンの車ですと1台35ドルで、こちら荷物もあると思いますので3名まで乗車可能というプランか、ミニバンで1台40ドル、6名様までの乗車が可能というプランがございまして、6名様でこちらの40ドルのミニバンに乗っていただけるようであれば、こちらのシャトルバスよりも安く行くことができますし、ホテルの方まで直接行くことができるので、ご自身のお泊まりいただいたホテルに直接行きたいという方はこういったチャーターやタクシーを使っていただくといいかなと思いますが、人数によって割高になったり割安になったりするので、ご自身で確認いただくといいかなと思います。そしてタクシーですね。タクシーの東南アジアで人気の配車アプリですね、こちらグラブを使うことができまして、こちらも空港で利用ができるんですけれども、約$30程度で
空港から市内まで移動することができますので、こちらもぜひ活用していただくといいんじゃないかなと思います。こちらであれば乗車前に金額が分かって、それ以上の金額を払う必要がありませんので、安心してお乗りいただけるんじゃないかなと思います。そしてお帰りも市内から空港の行き方ですね、ほとんど同じなんですけれども、まずはシャトルバスが、こちらも解散と同じ場所ですね、 CDF アンコール免税店から出発する空港公式のシャトルバスと、郵便局が運営しているものが郵便局から出発するバスがございまして、こちらもウェブで事前予約が可能なんですけれども、事前予約もしくはその場で郵便局や免税店でチケットを購入して乗車することができます。ただギリギリになると満席になる可能性もございますので、早めに予約していただいたりだとか、事前にこちらに行ってチケットを購入できるか確認していただくといいんじゃないかなと思いますし、またこちらも時間が合わせて1時間に1本程度は出ているような状況になりますので、フライト時間に合わせて2時間前には必ずチェックインができるようなタイミングで、空港まで1時間ほどですので、3時間前には出発するようなバスに合わせて乗っていただくといいんじゃないかなと思います。そしてチャーターもしくはタクシーですね、空港から出発しているような定額のチャーターはないんですけれども、空港へ直行するような送迎のプラン、ツアー会社などが出しているプランなどに参加していただいたりだとか、他にも空港に行く前に観光地に寄っていくようなツアーに参加して、ツアーからそのまま空港に行っていただくようなプランもございますし、配車アプリのグラブを使っていただくのも一つの手だと思いますので、このあたりをご参考に計画を立てていただけたらと思います。そして最後にまとめということで、いくつか注意点があるんですけれども、まずは以前の空港のようにトゥクトゥクでの移動が難しいということですね。以前はトゥクトゥクでも15分から20分ほどだったので、トゥクトゥクが空港で多く待ち構えていて、空港から市内への行き方もトゥクトゥクで移動されたりだとか、町から空港へも荷物を積んでトゥクトゥクで行かれる方も多かったかもしれないんですけれども、今は道が1時間ほどあるということで、トゥクトゥクではなかなか荷物を乗せたまま移動するというのが難しいというのと、空港近辺にはあまり観光地がありませんので利便性もあまり良くないということで、トゥクトゥクの代金もタクシーなどとほとんど変わらない、もしくはタクシーよりも高い金額で設定がされている可能性もございますので、こちらは注意してください。そして空港近くの観光地ですね、空港から20キロほど離れてはいるんですけれども、シムリアップの中心地から空港を越えたあたりにあるベンメリア遺跡の観光をされたい方は、空港に午前中に着くようであれば空港着いた日の観光として、もしくはお帰りの便が夕方以降の便だよという方は、こちら空港に帰る日、帰国日にベンメリアの観光を入れていただいてもいいんじゃないかなと思います。こちらもすごく天空の城のラピュタのような雰囲気のある遺跡で面白いので、こちらもぜひ行っていただければなと思います。そして最後にですね、タクシーの口頭での値段交渉に注意をいただきたいということなんですけれども、空港から市内、市内から空港へ移動する際のタクシーの値段なんですけれども、かなりたくさんのドライバーさんから声をかけられて、この値段で行ってあげるよ、この値段だよっていうふうに声をかけられることも多いかと思うんですけれども、降車時に高速代金を追加で徴収されただとか、駐車場代金を徴収された、あと道が混んでいたのでやっぱりこの金額にしますというような、後から追加で請求があるということもありますので、なるべくこのような口頭での値段交渉は避けていただいて、アプリのグラブを使っていただいたりだとか、定額のものをご利用いただくといいんじゃないかなと思います。ということで、新しいシムリアップの空港からの市内への行き方、帰りの市内から空港への行き方をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方は、高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。